1971年アメリカは釣魚隊列島の施政権を琉球諸島と一括して日本に引き渡すことを決定しました。中華民国は直ちにアメリカに厳正なる抗議の意を示す書簡を送付しました。一方アメリカ側は我が国に紹介した際にアメリカは釣魚隊列島の領有権問題に関していかなる立場も取らないことと、アメリカは釣魚隊列島の施政権を日本に引き渡すだけで中華民国の釣魚隊列島に対する領有権主張に何ら影響を与えるものではないと表明しました。中華民国外交部は声明を発表し、釣魚隊列島は台湾に付属する島嶼であり中華民国の領土であるとの確固たる立場を改めて表明しました。1971年6月17日アメリカと日本との間で沖縄返還協定が結ばれましたが、国内外では釣魚隊を守る運動が今でも熱心に続けられています。2012年の9月、58隻の宜蘭周防の漁船が高波を恐れず台湾の海岸巡防所の艦船に護衛されながら釣魚隊から 2.1 海里の地点まで前進することに成功しました。我们希望政府持续来国际发声，让咱知道这个渔场是咱中华民国的。